皆様こんにちは、カズマサです。今回のテーマは、大阪市24区の寿命とお金です。早速ですがこちらのグラフをご覧ください。寿命というものを都心と全国で比較しています。出典は厚生労働省が発表している平成27年市区町村別生命表です。上段は男性の平均寿命、下段は女性の平均寿命を表しています。黄色は全国、オレンジは東京23区、青は大阪市24区です。都道府県比較ではなく、都心部だけ抜き出していることにご注意ください。 さて、このグラフを見て、なんだかおかしいとは思われませんか都心には最先端の病院が集まっています。しかし、平均寿命に差がないのです。大企業の高額所得者や健康ライフへの進歩的な考え方があっても、都心と全国で平均寿命に差がないのです。もちろん日本人全部の寿命に差がないわけでは全くありません。エリアによって寿命にはかなりの差があります。しかし、都心と全国でそれぞれ平均を取ると、差が出てこない。なぜでしょう当チャンネルは格差と貧困を取り扱っているのですが、 大都会には両極端のライフスタイルが同居しています。非常に狭いエリアに大きな格差がなければ、平均値で同じにならないのです。ある意味、都市機能というものが、その両極端を前提として運営されているという側面があります。前回の動画では東京23区に潜り、大きな内部格差があることを取り上げました。今回の舞台は大阪市24区です。このグラフを見ますと、平均寿命では全国平均と比較しても、それほど大きな差があるとは言えません。ただ、男性の平均寿命が全国平均より、 2歳ほど短いことだけ覚えておいてください。それでは大阪市24区の内部に潜って行きましょう。こちらのグラフをご覧ください。大阪市24区の平均寿命をプロットしています。縦軸が男性で平均寿命が78.8歳。横軸が女性で平均寿命が86.2歳です。まず西成区が目立ちます。大阪では下町情緒あふれる町なのですが、日雇い労働者が大勢住んでいます。大都市の格差には、必ず日雇い労働者の住む町と、経営者の住む町が登場します。 むしろそれが当たり前です。つまり、都市というのは、両者が必要な場所で、その居住区が隣接している場所とも言えます。だた、マイナスの経済ショックが起きると、ダメージが労働者の街にダイレクトに伝わるという構図になっています。西成区については、昔に比べて状況が改善されているという記述も見かけます。そのために日々活躍している人々もおられるわけですが、まず都会の格差の現実を見てまいりましょう。大阪市内の寿命の格差は次のようになります。 男性の平均寿命は73.5歳から81歳まで、格差は7.5歳です。女性の平均寿命は84.4歳から87歳まで、格差は2.6歳です。東京23区と比較してみましょう。東京は男性の格差が3.4歳、女性の格差が2.4歳でしたので、大阪市の女性に関しては、地域格差が東京とあまり変わりません。しかし男性の格差は、大阪の方が圧倒的に大きいのが特徴です。男女の相関も見てみましょう。 黄色の線がトレンドを表しています。相関係数は0.81あります。男性の寿命が長いエリアで、女性の寿命も長めであるという、強い相関が成り立っています。ただ、実はこの部分が、東京23区では0.95もありましたので、やはり、大阪市の方が女性の格差が小さいのに対して、男性の格差がばらけていると言えます。具体的には、中央区、東成区、平野区などは、男性の平均寿命が女性に比べて相対的に高めです。逆に西成区、 宮古島区、東住吉区などは、男性の平均寿命が相対的に低めになっています。東京23区の時もそうでしたが、このあたりは独身男女の居住エリアの違いや、地域による職種の違いなどが影響していると思われます。さて、これらの平均寿命をチリと照らし合わせてみます。格差の大きい男性だけを縫い分け地図にしてみました。緑色のエリアは男性の平均寿命が長めのエリアです。黄色のエリアが中間、赤色のエリアが短めとなっています。まず、中間の部分。 黄色のエリアから見ていただくのが分かりやすいかもしれません。大阪市の周辺部に中間的な寿命のエリアが散らばっています。都心ほど格差が大きくなるという原則から考えると、中間的なエリアが大阪市の周辺部にあることは、不思議でないのかもしれません。一方、大阪市のど真ん中に寿命の長いエリアと短いエリアが、隣接しているのが分かります。大阪市民の平均寿命が長いわけでも短いわけでもない理由が、ここにあります。ただ全国平均と比べて2歳短かったことを考えると、 それだけ赤いエリアの健康状態に注意を向ける必要があります。前回ご紹介した東京23区の寿命格差は、成功到底の傾向と、より都心部が長めであるという、二つの特徴がありました。都市形成の地理と歴史には差があり、詳しく取り上げておられるサイトもございますので、そちらにお願いすることにいたします。さて、寿命の格差についてまとめてみましょう。1、都心と全国では平均寿命に差がほとんどありません。 どどれれほど最先端のののの病院を集めても都都心心平均寿命は上がががらないいですすそれだけ都心の格差が大きいことが分かります2大阪市24区について男性の区別平均寿命に大きな格差が見られます格差縮小に尽力しておられる方ががいますしかし経済や社会がショックを受けると真っ先にダメージが襲いますので注意が必要なのです3大阪市周辺部の平均寿命は中間的です逆に都心のど真ん中に大きな格差があります 東京23区とは少し分布が異なっていますが、都心の中心部ほど格差が大きいというのは、大都市の傾向がよく表れています。以上、寿命の格差についてまとめてみました。次に、所得の格差を見てまいりましょう。こちらのグラフをご覧ください。所得分布を都心と全国で比較しています。出典は、総務省、平成25年、住宅、土地統計調査です。この調査の中に、世帯の年間収入階級、国分、という項目があります。 全国の世帯を年収300万円未満から1000万円以上に分けて、その世帯数を記載しています。こちらのグラフはその比率を調べて、全国と都心で比較するものです。まず、全国から見ますと、年収300万円未満の世帯が35.8%あります。一方、1000万円以上が5.9%となっています。東京23区はこの比率の差が小さめであることがお分かりいただけると思います。ところが大阪市24区はその逆で、 年収300万円未満の世帯比率が46.3%もあります。大阪市内の半分近くの世帯の年収が300万円未満なのです。逆に1000万円以上が3.6%と非常に少なくなっています。ここに大阪都心部の特徴があります。後で掘り下げて行きましょう。ところで、次のグラフに行く前に、このグラフについていくつか注意点があります。世帯というものの中には、一人暮らしの学生や年金で暮らしている年配の人々も含まれています。つまり、会社員の年収格差ではありません。 次に1000万円以上というのが癖もので、数は少なくても金額は大きいのです。1000万円どころではありません。日本の格差、所得編という動画を前に作ったのですが、全国で上から20%の高所得者が全所得の40%を得ているのが日本です。このグラフはあくまで世帯数で、青い部分の金額が相当大きいと考えてください。ただ、大阪市24区の所得はかなり差が大きく全体的にも低めですので、その内訳を見ていきたいと思います。こちらのグラフをご覧ください。 大阪市24区で、年収が300万円未満世帯の比率を表しています。全国平均が35.8%、大阪市平均が46.3%です。全国平均と比べてみますと、それより少ない区はわずか4区で、他の区はすべて、300万円未満の世帯の比率が高いことがわかります。大阪市は東京23区より小さく、非常に多くの人々がエリア外に居住しているのですが、それでも市内にこの時点で134万世帯が暮らしています。 やはり低所得世帯の比率の高さが目立ちます。大阪市各区の平均格差を見ますと、最小32.7%から最大65.0%まで32.3ポイントの差があります。比率にして2倍近い格差ですから、こちらも非常に大きいです。ところで高齢化比率というテーマがあるのですが、西成区は大阪市内で最も高齢化が進んでいるエリアです。高齢者の比率が高ければ、当然平均所得が下がります。ですから、西成区は所得が低いんだ、と言いたいところですが、 ここに老ロ老ーロー格差という問題が立ちはだかります。他の動画でも取り上げましたが、日本の資産の多くは高齢者が所有しています。しかし、その所有状況は均等には程遠い。年金の受け取り額も人によって違いますので、高齢者の格差は大きいです。日本人として厳しい現実がすぐ目の前にありますが、そこから目を背けずに参りましょう。地理的な状況を見てみましょう。緑色の部分は年収300万円未満の世帯比率が低いエリアです。つまり、このエリアの所得状況は悪くありません。 特に濃い緑色の部分は全国平均レベルかあるいはそれより少し状況が良いエリアです。この状況の良いエリアが大阪市中央あるいはそれより少し北の方に分布しているのが分かります。次に黄色の部分が中間です。やはり中心から離れた位置に分布します。そして最後に赤色のエリアですが、ここは300万円未満の世帯比率が高いです。とりわけ濃い赤色のエリアは全世帯の半分以上が年収300万円未満ですから、大阪市の厳しい現実がうかがえます。 大阪と生活保護というテーマはよくニュースでも取り上げられていますが、実は大阪だけの問題ではありません。例えば、この街には西日本全体から移住してくる人が多いです。全国の貧困率を調べますと、西日本の方が高めなのですが、大阪に出稼ぎに来てうまくいかず、この街に残って暮らす人々もいます。またその子供たちがなかなか貧困から脱出できないという問題があるのです。少子高齢化、移民、移住など多くのテーマが折り重なっています。詳細は他の動画に譲りますが、 この大阪の状況は他人事ではありません。次に年収1000万円以上の世帯を見てみましょう。全国平均が5.9%、大阪市平均が3.6%です。全国平均と比較しますと、それより多いくは4区あります。しかし先述した通り、この年収1000万円以上という存在はブラックボックスですので、多い方については何とも言えません。単純に比較できないのです。逆に少ない方については、1000万円以上の世帯が3%もないエリアが10区もあります。 これは都心にしてはかなり広いと思われます。都心には日雇い労働者と経営者が同居していると申し上げました。大阪にもそういう側面はあるのですが、東京23区に比べますと大企業経営者が市内居住に関かかわらず、市外から通いながら働いていることも多いのです。東京のように23区内の高級住宅街から出勤というのが一般的ですと、もう少し大阪市内に1000万円以上世帯があっても不思議ではありません。このあたりに大阪市の特徴が垣間見えます。地図とも照らし合わせてみましょう。 緑色が1000万円以上世帯の比率が高いエリア。黄色が中間。赤色が少ないエリアとなっています。大体、前回の300万円未満のグラフと色合いが同じです。つまり、300万円未満の世帯が多いところでは、1000万円以上の世帯が少なく、逆もまたしかりというわけです。想像に難しくないと思いますが、全体的に所得が多い区と全体的に少ない区に分かれるのが一般的です。ところが2種類の例外があります。1つ目は市の南方にある住吉区や東住吉区です。 ここは高級住宅街もあって1000万円以上世帯が多めです。薄いグリーンに縫い分けられています。ところが、先ほどの300万円未満世帯の地図に戻っていただくと、色合いが逆になります。300万円未満世帯も平均的、もしくは多めなのです。300万円未満も多く、1000万円以上も多い。つまり中間層が比較的に薄いエリアだと、このデータは言っています。これと逆の特徴を持っているのが、市の北西にある淀川区枠や西淀川区枠です。 1000万円以上の世帯が大阪市平均より少ないです。薄い赤色に縫い分けられています。ところが、300万円未満の世帯も大阪市平均より少ないのです。所得上位も下位も少ない。ということは中間層が分厚いということです。つまり、格差の小さいエリアと言えます。一般的には、低所得世帯の多い区は高所得世帯が少なく、低所得世帯が少ない区は高所得世帯が多いのですが、中にはこういった例外も見受けられます。さて、所得の格差についてまとめてみましょう。1。 年収別の世帯分布を見ますと、大阪市24区は年収300万円未満世帯の比率が高いです。全国平均と比べますと、大阪市24区はここが高く、東京23区は低く、逆の状態となっています。市外からの通勤も考える必要がありますが、大阪市内に100万世帯以上の人々が暮らしており、その半分近くが年収300万円未満であることを考えると、かなり厳しい状態です。2、高年収比率と低年収比率は一般には逆になります。つまり、 高年収世帯の多い区は低年収比率が低く、逆もまたしかり、というのが一般的です。ところが、いくつか例外の句があります。両方の比率が高い区と低い区があります。つまり、年収中間層の分厚い句と薄い句があるのです。3、高齢化、子供の貧困、産業構造、移民、移住など、多くのテーマが折り重なっているエリアです。詳細は他の動画に譲りますが、今日は所得と健康というテーマに絞ってお届けいたします。それでは最後のチャプターに参りましょう。 まずはこちらのグラフをご覧ください。大阪市24区の寿命と所得の関係を表しています。縦軸が男性の平均寿命です。グラフは上に行くほど、平均寿命が高くなります。横軸が年収300万円未満世帯の比率を表しています。グラフは右へ行くほど、低所得世帯の比率が上がっていきます。各区のドットを色分けしています。緑色は比較的所得状況が良好です。全国平均より良いかほぼ同じレベルです。赤色は逆にかなり低所得世帯の比率が高いです。 見ていただくと明らかですが、低年収世帯の比率が低い区で、平均寿命は高いです。逆もそうで、低年収世帯の比率が高いほど、平均寿命は短くなっていきます。相関係数を調べますと、マイナス0.75あります。両者の間には強い相関関係があります。先述した通り、大阪市24区における男性の平均寿命格差は、この時点で7.5歳ありました。この寿命の格差と低所得世帯の比率には明らかに強い関係があると言えます。次に、 逆を見てみましょう。高所得世帯の比率は寿命と関係あるのでしょうか。1000万円以上世帯を見る前に、700万円以上の世帯で見てみましょう。こちらをご覧ください。男性の平均年収と700万円以上の世帯で散布図を描いています。先ほど同様、縦軸が男性の平均寿命で、グラフは上に行くほど、平均寿命が高くなります。横軸が年収700万円以上世帯の比率を表しています。グラフは右へ行くほど、所得上位者の比率が上がっていきます。 年収700万円と言いますと、大体日本の所得上位15%程度となります。所得の多い順に全国の世帯が並んだとき、大体上から15%程度のところに年収700万円があると考えています。日本の所得層を上位、中位、下位と3つに分けますと、この700万円以上が所得上位層と考えて良さそうです。格差研究をしていますと、シェアの逆転現象が起きていることがよくわかります。日本全体の所得の何ぐらいを各層の人々が受け取っているのかを考えます。 所得上位層の人々は多くの所得シェアを受け取っていますが、世帯数シェアは所得シェアよりはるかに小さいです。つまり少人数で多くの所得シェアを得ています。一方、所得中間層はほぼシェアが同じです。つまり、人数並みの所得を受け取っている人々です。所得階層は世帯数は多いのですが、受け取っている所得シェアは非常に小さいです。ここの差が極端であることを格差問題と呼んでいます。詳しくは、日本の格差、所得編という動画をご覧ください。 散布図に戻りましょう。相関係数を調べますと、0.74あります。両者の間には強い相関関係があります。つまり、所得上位層が多いか少ないかが、その地域の男性の平均寿命と強い相関があります。もちろん、寿命は所得だけで決まるものではありませんが、データ上はかなり強い関係性が出てきます。先術いたしましたが、大阪市には中間層が分厚くて、上位も下位も少ない区がありました。あるいは、中間層が薄くて、上位も下位も多い区がありました。 しかし、こうった区は例外で、一般には上位と下位が反比例しています。そこで、相関係数もほぼゼロを中心として綺麗に逆転することになります。最後に年収1000万円以上と平均寿命の関係を見てみましょう。こちらのグラフをご覧ください。このグラフを見て、少しおかしいと思われませんか先ほどの年収700万円のグラフと形状が似ていますが、区の分布状況が全く違います。明らかに、グラフの左半分に偏っているのです。グラフの右の方には、 少数の区が存在するだけです。東京23区の年収比較でも、東京の港区や渋谷区が突出していました。大阪市でもこの突出する現象が登場いたしました。実はここが格差問題の核心です。年収が突出するのは当たり前のようですが、想像以上にごく一部が突出することがテーマになっています。簡単に言えば、所得上位層の内部も一枚岩ではありません。上位の中のさらにその一部に、さらに富が集中していくので問題となっています。一方、寿命は頭打ちしますので、 ここで関係性が崩れることを前回説明いたしました。つまり、どんなに稼いでも寿命だけはそれほど伸びません。大阪でも相関係数を見てみますと、0.64と下がっています。データがないので憶測になりますが、さらに高年収で考えていきますと、寿命とお金の関係は薄れていくと思われます。世界的に見ましても所得水準が低い地域ほど、寿命とお金の関係は密接です。中心国や発展途上国など、一人当たり GDP が非常に低い国々についても分析していますので、 よろしければそちらの動画をご覧くださいさて少し長くなってしまいましたが本日の動画のまとめに参りましょうまず都心と全国で平均寿命に差がないことがスタート地点です大病院を集めても平均に差が出ませんそれだけ都心の格差は大きいです次に大阪市24区の特徴として男性の平均寿命の地域格差が大きいですこの格差の原因は非常に複雑ですが今回は所得格差との相関を見ています 所得について、大阪市内は大都市にしては低めです。年収300万円未満の世帯が半数弱あります。ここに東京都心部との大きな違いがあります。そんな中、市内の所得格差も大きいです。低所得世帯の比率が地域によって2倍程度違います。一方、中間層が多いエリアと少ないエリアが存在します。つまり、低所得層が多いからといって、高所得層が少ないとは限りません。最後に両者の相関です。事業と所得には強い相関があります。 低所得比率も高所得比率も寿命と強い相関を持っています。しかし、高額所得者で考えますと、この相関が崩れていきます。ここに格差問題の核心があります。駆け足でしたが、本日はこの辺りで、今後も日本と世界の両方で、格差問題を取り上げてまいりますので、リクエストなどあればコメント欄をお使いください。